今日は JR へ乗るため、JR の、今から JR の切符買います。 JR の切符甲子園口から新大阪まで300円。JR の切符甲子園口から新大阪まで300円。西明石、京都、北新地。新大阪どれ乗ったんですか？新大阪はですね、20分発で天ヶ崎で乗り換えしていただくのが早いですね。これ？はい、そうです。ありがとう。新大阪は天ヶ崎で乗り越えだそうです。乗り換えていくそうです。よいしょ、よいしょ、よいしょ。新大阪は天ヶ崎で乗り換えます。あ、結構人いてます。新大阪天ヶ崎で乗り換えです。もうすぐ電車来るみたいですけど、電車入ってきました。はい、次の天ヶ崎で乗り換えです。この時間帯でまだ寒いですわ。長崎で降りて1時間ぐらい時間早く着きそうです。待ってます。新大阪着きました。ちょっと時間早いんですけど、すごいよ。中央出口の時間の方はまだ7時になってないぐらいですので、結構早いです。ここからも出れますわ。ここから出ようかな。ここから出てどこに行ってようかな。ここから出てロッテリアあるし、どこで出ようかな。どこで ロッテリア、あとはどこあるのかな。もうちょっと向こうの方へ歩いてみようかな。もうちょっと向こうの方へ
歩いてみようかなと思いますけど、JR の切符売り場、バナナって書いてます。塩屋。この下ぐらいにもう一個喫茶店あるんかな。よくわかりませんけど。この下の方に喫茶店。こうなんかいっぱい並んでますね。神戸屋さんって書いてます。神戸屋さん。から地下鉄ですね。地下の2階の方がよくあるんかな。地下2階の方がでもタクシー乗り場しかあれへんし、地下降りたら、グルメショッピング街ありますから、下降りてみようか。グルメショッピング街ありますから下降りてみたいと思います。入ってんのかな。まだ閉まってるじゃん。ほとんど閉まってます。ほとんど閉まってます。ほとんど閉まってて、お茶飲めるって言ったらもっと向こう行くんかな。ちょっと電話してみようかな。どうしようか。袋のオフオフィシャルツアーやで。ママさん車止めてあるのか。レンタカー。レンタカー屋さん。まあ言うたら受けてはるわけやから。はい、バス乗りまして二度を通ってます。今から京都行くみたいです。バスの中で一応先になんか昼食を頼むということで、こんな感じです。全部100円ぐらいだけ事前に頼んだ方が安いです。歯よりも劣るけどもインプラントがあるっていうイメージでインプラントを選択できればええねんけど、上下の悪いところインプラント。はい、あわら温泉行きです。あわらはトランスパック、トランスパック、運転さん、よいしょ。場所決まってるよ、ね。はい、運転さん、運転さん。はい、おはようございます。
あ、野口です、6名。6名さん、ちょっと待ってくださいね。はい、すみません。6名さん、7列目、8列目でお願いします。7列目、8。はい、7、8、どこや、はい、5、6、4、7列目言われた、1、2、3、4、5、6、桂川のサービスエリアね、トイレ休憩です。次は、京都駅で人乗るそうですけど、とりあえず、お酒食べとってくださいよ。9日にあれで出しときますね。構いません、みんなのやつ。これ一緒に。はい、お待たせいたしました。あ、ご準備。はい、じゃあこちらに置かせていただいて、はい、おいしいです。おつまみ、はい、ね、これは、ま、はい、どうも、永平寺です。永平寺のここが入り口です。昔私も赤いでここで修行しました。嘘です。どこ？あの黒い看板、黒い看板、ペットって書いてある。まあ、見とこかな。あ、お前ペットって書いてるわ。分かりませんよね。あのダメ出し食らった。名前が分かんない店の。このところにアメコ買ってるとこあるそうなんですけど、場所は分からないそうです。宿もやってる。ホテル着きまして鍵いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、西雲閣です。西雲閣入ります。